ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW X3M40i 2020年式10,500km、こちらの車両になります。最初にいいですか。はい。 X3M じゃないですか。はい。3って言ってるのに、あ、その後50でいいんですか。40ね。あ、40でいいんですか。はい、はい、40です。なんかこう日本語と英語がこうコラボレーションして、あ、3で40そうそう、いつもなんかこう日本語と英語がコラボしてて、はいはい、どれが正解なのかなっていつも思っちゃうんですけど、それどうなんでしょうね。なんか結構もう日本語読みする人と英語読みする人、はい、結構バラバラじゃないですか、はいはい、そこはいいんじゃないですか、はい、好きで、はい、というわけで今回はちょっと、はい、M40i で40i で、はい、ちょっとご紹介させていただきますけれども、はいはい、もう小島さんのおかげで僕はあの何ですか、中間というかその、はい、M スポーツモデルの魅力に最近気がつき始めてるんで、そうですね、はい、ちょっと M3 とか、はいはい、X3M だけじゃないんだぞっていうのは、はい、ちょっとかなり分かってきた。あ、そうですか。今回も若干乗りたいだけっていうのもあるんですけど、いやいや、はい、よかったです、はいはい、でちょっと今回かなりいい車が入ったということで、入りましたね。今回も買い取りをさせていただきまして入ってきました、まあ、X3 だと、まあ、上にコンペティションっていうのがどうしてもありますから、まあ、そっちにやっぱり注目されがちですけど、いやいや待てよと、忘れてもらっちゃ困るぞっていうところで今回紹介。本当にいいですよね。前回の340とかびっくりしました僕ですよね、はい、で私もの、まあ、買い取りで乗らせてもらって実感しました。これやっぱ乗ってもらえダメだなと思って、はい、まあ、そういったところから、はい、外観から、はいはい、もう M のこの40とかその辺のもう定番のセリウムグレー、はい、最近覚えました、はいはい、のグリルですね。今まで薄いシャンパンゴールドなんていうふざけたことを言ってたんで、はい、最近覚えました、はい、でこれよく見るとこの外側と内側でちょっとこう艶感違うんですよね。違いますよね。ちょっと立体感がある、うん、だフィンはちゃんとちょっと艶があって、はい、こう枠は艶消しの、はい、このグリルの違いの下り喋りますか。え、なんですかそれ。じゃあ蓋と蓋、さっき話した、あ、シャッターがついてる、ついてない、ついてないですね、はい、その確定ができないですね今。そうなんですよね、はい、でほとんどがついてないんですよね。そうです。 D だけついてるんです。 40D の一部車種がどうもついてるっぽい、はい、いやこのグリルの蓋ですね、はい、年式なのか装備なのか、はい、僕パーツリスト見たらなんか COO とかって書いてあったんで、もしかしたらなんかその排ガス基準かなんかの関係でついてるかもしれない。輸出国とかなんか装備の違いでかもしれないです。わかんないです。ちょっと詳しい方いたらコメントいただけると助かります、はい、まあ、そういう細かいところね、ちょっと気になっちゃう、そうですね、ところですけどね。であとは今回の車、はい、ちょっとプチカスタムがしてあるってことで、はい、フロントに 3D のですねリップがついてますね。これがまたこの下側の複雑な造形にしっかり合ってて、うん、3D さんのエアロってそういうのちゃんとやっぱり専門って、まあ、もちろん専門なんですけど、よく考えられてますよね、まあ、日本発信の BMW チューナーですから、はい、なんかさすがっていう感じですよね、はい、安定のエアロじゃないかなと思います。もうこのカーボンの折り目もビシッと揃ってかなりいい感じです。多いですよね結構 3D つけられた。そうですね、結構人気も人気ですよね、はい、であとはまあ他の部分に関してはもうほとんどもうこのグレードですから装備は、はい、そうですね、ほとんどついてるんですね。ついてます、はい、でちょっと後で触れますけど本当にサンルーフとかスピーカーぐらい、はい、そうですね、ですよね、はい、であとちょっと通り過ぎちゃいましたけどボディカラーもサファイアブラックでしたっけ、はい、オプションなんですよねこれ。オプションというかメタリックになると10万円プラスになるって感じなので、はい、そんなボディカラーほとんどソリッドの黒って存在しないって言っていいぐらい。そうなんですか。皆さんポルシェなんかはソリッドありますけど、うん、BM のソリッドってあんまりないですよね。あ、そうなんですか、はい。そして足元はこれあれじゃないですか、オプションの方のこれじゃないですか、はい、インディビジュアルオプションの V スポークスタイリングです、はい、標準化ダブルスポークスタイリングです、はいはい、そこはもう覚えてる人いないですけどね。アクセントとしてここに BMW インディビジュアルここに入っているいい、ね、これがポイント、おしゃれポイントです ね、 いいですね。なんかちょっとこうスポークがこう何ですか、直線的な分、うん、標準のよりちょっと大きくというか。そうですね、見えますね、見えますよね、はい、で一応キャリパーイメージカラーのブルーが入ってるって感じですね。いいですね、はい、で当然このモデルですからスポーツサスペンション標準ということで、はいはい、そんなのもしっかりついてると。で横行きましょうか。でこれは一応ダミーですけど、ここにもうなんか最近もう全部 BMW この辺ダクトというかダミーだったり、はい、そうですね、ダミーじゃなかったりしますけど、はい、ついてます。もうデザイナーさんが好きなんでしょうねこういうのが、はい、まあ、ちょっと統一性もあっていいかな。そうですね、はい、だとミラーなんかも同じようにセリウムグレーで、はい、この色なんか見慣れてくるとすごいいい色ですよね。僕まだ見慣れないんですよ、ね、あ、そうですか、はい、そうですか
ちょっとアウディの S モデルとかみたいにこうちょっとシルバーみたいな、ちょっと目をおっていう感じはしますよ、はいはい、塗りたくなっちゃう、はい、塗りたくなっちゃう塗りたくなっちゃう感じで、はい、つい午前中X7 大宮店で撮影したんですけど、はい、それはもう全部塗ってありました、塗ってありました、はい、ボディとか色とか黒とか、はい、やっぱりここはちょっと好み分かれるところなんだな、そうですね、まあでも、まあ、そう言われてみたらね、こういうのも全部ここら辺もルーフもここもそうだし、そうですね、標準でその黒くなるパッケージで全部黒くなってる、はい、なってるから、まあ、塗ってもいいですけどね、まあ、その辺は好みでやっていただいてもいいんじゃないですか、ご相談いただければ、ただもう車だからかっこいいんですよ、そうですね、 M のエアロのパッケージも標準じゃないですか、はい、でこの辺が黒くなるのも全部標準じゃないですか、はい、だからもうすることがないっていう、うん、だ好みだとちょっとちょこちょこってやればいいかなっていうポイントをね、押さえてね、はい、もしやるとすれば、はいはい、あと後ろも同様に21インチ、タイヤが285でしたっけ、はいはい、結構太いの履いてますよね、はい、まあでももうベースがノーマルでかっこいいから喋ることないですね確かに本当にそうなんですよね、そうなんです、はい、でまたこの方の X3 からすごくかっこよくなってますね、なってますね、はい、なんかちょっとこう、まあ、好み分かれると思うんですけど、先代とかってこうちょっとロングホイールベースが強調されてて、こうボンネットがこう薄く長くいいイメージだったんですか、なんかこの方からすごくこう、そうですね、キャビンとボンネットのすごくバランスが取れて、なんかその X3感っていうのもなくないですか、なくなりましたよね、 なりますよね、はい、その上の何だったらもう X5 とか、うんうん、あっちにちょっと形が、ね、近づいてきてる、ね、はい、気がしますよね、はい、だと後ろに行くとテールパイプなんかも標準で黒くなってたりとか、はい、なってますね、はい、で当然この辺のエンブレムもしっかりついてて、はいはい、もう抜かりないですね、うん、はい、もう何もないです、はい、いやもう今回も本当に乗っていただきたいシリーズなんで、はいはい、そうですね、でちょっとトランク行きましょうか、はい、はい、トランクももう容量もバッチリですよ、ゴルフバッグ行きますか、行きましょう、先にちょっとこの辺のトノカバーなんかもしっかりついてて、でリアシートはしっかりここら辺でリクライニングも可能でございます、あとは一応シガーソケットがついてて、あとここフックですかね、これがこれ上げた時にここでフックにかけて固定できるっていう、はい、だと下側の容量も少しある感じです、はい、そしてゴルフバッグがやってまいりました、はい、あれこれいけますかね、じゃあ倒さなくてもいけるんじゃないですか、いけそうな感じで、ちょっと厳しいですかね、いけると思います、まあ、ちょっとそのゴルフバッグのサイズなんかにもよるんで、なかなかちょっとあれかもしれないけど、絶妙なサイズ でしかも今回のお車このパッケージがついてて、パッケージというかオプションがついててリクライニングするようになってるんですよね、標準だと これですもんね、これをなんでオプションにするのかっていう、こっちから見てもらった方がいいんじゃないの、これが標準、はい、9度だけ倒れるっていうオプションつけると前一回倒しましょうか、まあ、前ももちろん倒します、うん、こんな感じで、はい、でもこのリクライニングってすごいいいよね、そうですね、えこれオプションだったの、オプションです、あそうなんです、つくのとつかないのついてるのとついてないの、ただこれカチャンとはなんないですね、ここはなんないです、はいはい、こんな感じで、ただ割とフラットに取れるんで、はい、容量もはいこんな感じのトランクになってます、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、もうとにかく全部ほぼついてる、そうですね、はい、でこの専用の豪華なシート、はい、バーネスカレザーシートでございます、最近なんか専門用語が出るようになりましたね、はい、はい、そしてこのウッドトリムはポプラグレーファインウッド、はい、とあとなんかパールクロームの2つから選べるんですよね、はい、でこれが一応そのトップグレードのこれにしかついてないん で、 そうです、ね、もうインパネを見ればおっていうそういうポイントですよね、じゃあもう次回からは土一人でダメですダメです私、はい、いらなくなりましたね、予約ごめんでダメです、であと当然アンソラサイトインテリアということで、まあ、ピラーだったりルーフだったりも全部真っ黒黒になるっていう、だからもう外装も内装もかっこいいんですよね、そうですね、困ります、うん、まあ、でもよくできてると思いますよ、本当に最強です、そしてじゃあ早速乗ってみましょうか、あれこれ M340 よりなんかこうシートのサイドサポート柔らかくありません、柔らかいです、柔らかいです、柔らかいですよね、はい、なんか
いや、同じシートかと思ったら若干こう専用にチューニングされてるというか、はい、とにかくここ柔らかいです、かなり。座面は割と張りがある感じで、なんですかね、ホールドは少しやっぱりこのセダンの340よりちょっとゆったりしてる気がします。本当に、はい、そんなことないですか。同じシート変わらないと思います。ただこの調整次第で、調整次第で変わってくるんですね、はい、いろいろできるっていう、はい、ああそうですね、そうですね、そうですね、うん、かなり調整の幅も広いシートなんで、まあ、この辺うまく使えるんじゃないでしょうか。でもういいですかね、飛ばしちゃって何もう全部ついてるじゃないですか。全部ついてる、はい、ヘッドアップディスプレイもついてるし、はい、でメーターもこの、はいはい、液晶のメーターだし、はい、でもうこの辺はおなじみじゃないですか。そうですね、はい、一応セレクトパッケージっていうオプションがついてるので、スピーカーとパノラマルーフですかね、はい、が標準装備になってます。ハーマンカードでしたっけ、はい、はい、ハーマンカードと、はい、パノラマが、でもそれぐらいなんですよね、オプションで。なんかこう、そうですね、あとを入れるとしたら本当にインディビジュアルとか大きなオプションになるので、ほとんどやっぱり発注になりますから、ないと思っていただいていいと思いますね。あとたまにあるのがこのシートベルトが M のシートベルトになったりとか、そうですね、そのぐらいですよね、はい、だからもう本当にあの目つぶって買っても大体全部ついてるっていうレベルっていう、はい、でこの辺もしっかり、で質感もいいですよね、うん、使い勝手もいいし、はい、もう BMW なんで、でこの辺割と大きめの、そして出ました、この置くだけ充電あですね、はい、ついてます、はい、なんで携帯を置いてもらえば置くだけ充電もできると。ただシフトは、うん、ちょっとこう一世代前のシフトだなって思っちゃいました。あ、はい、もうちょっとね、そうですね、ダイヤモンド、ダイヤモンド、ダイヤモンドだったらなおいいですけど、はいはい、まあね、クリスタルだったらダイヤモンド、はい、クリスタルか、はい、ダイヤモンドって言わないの、クリスタル、クリスタルの、はい、あれだったらなおいいですけど、はい、ちょっと340があのこういう普通の新しいタイプだったんで、はいはいはい、ちょっとこの、まあでもこの辺は割と使い勝手はいいんじゃないでしょうか。こういうの後付けでクリスタルとか出てないのかね。どうなんですかね、見たことないですけど、うん、結構インテリアのイメージをこう、そこ変えるだけでも全然違いますね。そうですね、うん、確かにそう言われちゃうとそう見えますね。ちょっと先代モデルから来る流れだなっていう、はいはい、新しい流れじゃなくて、だから全然これが悪いっていうあれじゃないんで、うん、良すぎちゃうからさ、あえてこうあらを探した感じでしょ、ね、そうっすね、本当に、ね、本当にそんな感じです、はい、でもだってウッドの質感のとこめちゃめちゃいいっすもん、うん、はい、このピアノブラックのインテリア、こっちも、そして、まあ、この辺も全部ついてて、センターコンソールの中は一応タイプ C が、はい、一つだけついてる感じです。あと今回の車はレーダーとドライブレコーダー、はい、買ったら欲しいものもしっかりついてると。はい、純正のですね。あ、これ純正ですね。純正のちょっと大きい、なるほど、もう突っ込むんだったらここですね。まあちょっと車外のもうちょっとちっちゃいものとかスマートなものもありますから、はい、ありますね、はい、まあ、その辺ご相談いただければ取り替えるなんてこともできるんじゃないでしょうか、はい、これどうします、この中とか触れときます。まあもう安定のそうですね、なんですよね。こんな感じでタッチにもなってますし、あとその乗ってる方のレビュー僕ちょっとちらっと見たんですよ、今回で BME のはこの辺のショートカットが全部こう割り当てができるっていう、あでも結構アウディとかもありますよ。あ、そうなんですか。あります、あります、はい、なんかその自宅にしたりとか、はいはい、そのソースをこう、うん、ショートカットできますね、はい、確かにミニの時もその機能結構割とお客さんに言われることが多くてやったりとかしてましたけど、長押しでトルクスですよね、うん、はい、あとはグローボックスの中は、はい、こんな感じで割と容量がいい感じじゃないでしょうか。よいしょ。一応 Apple CarPlay も使えますね。あ、なるほど。BM でもダウンロードしないとダメですけどね。あ、そうなんですね。専用のやつがあるんで、はい、アプリをダウンロードしてもらえれば使えるようになります。まあでも普通に差し込んでも携帯とリンクはするので、あ、そうなんですね。特に問題ないと思います。こんな感じのインテリアです。もう視認性とかもさすがですよ、もう。このタイプの SUV なんて。だってもう BMW は人間工学に基づいたこのインテリアなんですよね、うん、だからもう割とこうブラインドでタッチもできるし、若干これも傾斜してるし、ここら辺の質感もいいっすよね。そうっすね、すごいちゃんとステッチが入ってて、さあちょっ
褒めすぎじゃないですか。もう突っ込みどころがないんですよ、出来が良すぎて、はい、最高です。はい、じゃあ続いて後ろを見てみたいと思います。後ろが割と皆さん気になるところだと思うんですけれども、いかがですか小島店長。いやもう十分ですね、はい、さっきのその言ったリクライニング、今標準です。で下げるとこれぐらい下がります。もういいっすよ、いいっすよ。これホームページを見たところによると9度だけ傾くそうです。9度で十分です。もうされど9度じゃないですか。いや9度で十分ですね。だ割とそれだけでもゆったりリラックスできますよね、うん、ちょっと閉めてみる。いいです。一応シートヒーターも、あとはエアコン関係もここについてますし、ここに差し込み口もあるので USB って言ってください。してます。あ、すいませんUSB あるので、はい。いやでもこの X3 でこの快適感はもういいですね。だってローラーブラインドもついてるじゃないですか、うん、それもオプションのそのパッケージですよね。もう勉強してますね。勉強してセレクトパッケージについてます、はい、これは。いやだから本当に340がそのまんまこう車高高くなったというか、うんうん、SUV になりましたっていう感じですよね。家族4人家族だともう十分ですよね。十分以上ですよ。十分です、ね、最高です。あ、いいなこれ本当に、はい、お買い上げありがとうございます。お買い上げですか、はい、でもこれ市場にまだすごい少ないんですよ。あ、ですよね、はい、D はありますけどね。あ、ツッチーさん乗ってみてください。ちょっとあ、後ろもクッションが柔らかいです、うん、柔らかいです、はい、そしていきますリクライニング。あ、これはちょっとリクライニング必要です。です、寝られますね。だって普通にあの旧型のゲレンデでもリクライニングするのに何年25万ぐらいあ改造するんですよね。そうそうそう、かかりますからね。確かに後ろにリクライニング、そして後ろのこの開放感がすごい、このサイズの SUV と思えないですね、うん、そうそうそう、 X3 と本当思えない感じ、本当 X5 じゃないのかなと思うよね。いいですね、うん、だからそのコンパクトっていうだけですよね。そうそうそう、コンパクトっていうだけ。でもそんなに全然大人が座っても全然いいですよ。いや今回ちょっと本当名車シリーズじゃないですか。なりうる気がします本当に、うん、そして僕ちょっと調べたんですけど、うん、あの安全装備もすごく充実してるんですよね、はいはい、だ事故った時にこうシートベルト巻き上げするのはもちろんだし、はいはい、その窓閉めたりとかっていう機能も全部ついてるんですよ、ね、全然、はい、もう抜かりないんですよ。抜かりないですね、はい、抜かりないし言うことないですね。もう僕らの紹介がいらなくなっちゃう。ただあの市場のリアクション動画っていう、はい、この辺なんかも、はいはい、あ、リクライニングしたらちょっとこのアームレストも若干角度がついちゃうんですね。でも見よう。あ、でもいいな、はい、ふーってしたよね、はい、これしちゃいます、はい、まあ、真面目にこうレポートすると足元がだいたい拳1個分ぐらい、はい、そして上はもう全然超余裕です、はい、特にリクライニングすると僕175ですけど拳1個以上、はい、いけます。別に全然だらしなく座らなくても、はい、足も組めちゃうね、普通に。僕短いんで組めないです。もうとにかく大人4人5人乗っても全然快適に移動でき、うん、そんなリアになってます。はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。エンジンがやってきましたよ、3リッター直六、はい、はい、いいですね。で馬力の方が387馬力、はい、500ニュートン、はい、でミッションの方もあれですよね、 M になると専用の加速オートマ、加速です、はい、で当然スポーツデフだったりも標準装備で、はいはい、もうしっかり作り込んである感じですよ。もうここにお金を払ってると言ってるのも過言ではない。そうですね、はいはい、もう最近なんかちょっとこの扱いきれないパワーをにあたふたしながら乗るのもやっぱり楽しいんですけど、はい、これもしかしたらちょっと扱い切れるんじゃないかっていうぐらいのちょっとこう背伸びすれば届くんじゃないかなっていうぐらいで乗るこの楽しさというか、はいはいはい、素晴らしさをちょ最近ちょっと実感し始めてるんで、そうですね、はい、ちょっとこれも500馬力っていうよりも、まあ、300、まあ、400馬力で、でも400それでも十分ですけどね。十分ですよ、はい、気持ちよく走れるんですよ、しかも、はいはい、こう唐突ななんかこうブワーっていう感じじゃないんで、うんうんうん、だそこの大事さは最近ちょっと気がつき始めてますね。でもね、すごいトルクフルですよ。だこれ D がやっぱり最初に出たじゃないですか。で D がやっぱトルクがすごかったんですけど、でガソリンになってからどうかなと思ったんですけども、全然十分ですね。ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。
いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。しっとりですね。しっとりブレーキめっちゃ効く。やっぱなんすかね、車高高いからですかね、ブレーキ余計効く気がします。そう、すぐ挙動が高い。高いからね、ちょっと頭がね、うんうんうん、ノーズダイブするから効く気がします。今回も、はい、やっぱりの駆け抜ける喜びしてみないとダメだということ で、高速この辺は、はい、に乗ってみたいと思います。この辺は完全に駆け抜ける喜びですね、はい、さっき X7 撮影したって言ったじゃないですか、さっき、X7 は駆け抜ける喜びじゃないんですよ、知ってますか。何、あの乗ってる人全員で目的地に到着する喜びなんですよ、それ土井語録じゃなくて、いや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 、ホームページにそう書いてあります。あ、そうなんだ、はい、それベンツのあれだよね、考え方はね、考え方ベンツだよね、まあ、とにかくもうどこでも快適に移動できるっていうことらしいですよ。他のモデルって基本的にドライバー中心で駆け抜ける喜びじゃないですか。そうなんだらしいですよ。で本当にあのさっきまた何度も言っちゃいますけど、買い取りした時乗って、いや買い取り積載で買い取って、積載からアリーナ店までは自走だったんですけど、はい、これ絶対土に乗せようと思ってすいません、ちょっとあの動画ベースで考えちゃってる感じだけど、うん、これはリアクション取りやすいやつだなっつって。いやいやいや、わすごいこれしっとり、うん、めっちゃしっとりしてるんですか、うん、そうそうそう、この車今までにちょっとないんじゃないって感じ。確かに確かに、これちょっとあれっすね、うん、いわゆる SUV のこの乗り味じゃないっつって、うん、じゃないじゃない、21インチじゃないよ、あ、じゃないっすね、うん、なんか本当に車高高いセダン乗ってるみたいな。この付近中近中低に、出足もめっちゃいい、うん、ちょっと待ってください、まずコンフォートから行きましょう。今コンフォートですか。今コンフォートでしょ、うん、音もコンフォートにしてだいぶいいんですけど、音、あー、ちょっと待ってくださいね。あー、最初のこの入力のこのトントンっていうのは、うんうん、あ、21インチっていう感じはしますけど、うんうんうん、全体的な足回りのセッティングがもうめっちゃしっとり、うん、っていうかステーリングもすっごいしっとり、アンビエントライトもいい感じじゃないですか、ほら標準ですもんね、はい、これもすごいな、前回の340もすごかったけど、よりなんかでもしっとりさ感じるかもしれないです、こっちの方が。で SUV だからなんかこう全てがこう何ていうんですか、もうちょっと緩くというか作ってるじゃないですか、うんうんうん、そのステアリングレスポンスもそうだし、はいはいはい、アクセルもそうだし、よりこう滑らかに感じます、うん、すごい、いや、いいっすよこれ、これは欲しい、もうスポーツじゃない、はい、プチッ、あ、あ、でも前回のあの340よりかも、はいはい、切り替えた瞬間の変化は少ないですよね。スポーツインディビジュアル、こうやって、はい、あ、ミッションも全部別々にできるんですね、うん、できますね、めちゃめちゃしっとり、すげえこれ。ではちょっと、うわ、パワーある、すみません、ちょっと俺嘘ついたかもしれないです。何が？背伸びしてもこれちょっと手届かないです。あー、いいっすね。気持ちいい。なんて言ったら、いや、もうこれもう語弊を承知で言っちゃいますけど、コンペンションいらなくないですか？いや、また違うところの魅力ですね。そうそうそう、違うんだけど、
それぐらいこれでも十分だなっていう。そうですね、もしコンペティション乗るにしてもちょっとこれを乗ってから決めてもいいかもしれないですね、うん、そう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 、あれこれこんなにいいのっていう、そうそうそういう意味での、はい、いらないなっていう感じです。わかるかもしれないです。それは確かにこのコンペティションとかのああいうもうとてつもない馬力をこう、うん、なんていうんですか、ヒーヒー言いながら乗る楽しみとか、うんうん、こうアドレナリン出る感じも楽しいですけど、うんうん、あれこれすげえ気持ちいいなっていう、うん、そういう、だからなんて言ったらいいのかな、めっちゃ気持ちよく走れる、俺だけじゃねえんだぞって感じでね、コンベンションだけじゃないんだぞっていう感じ。これなんかこう自分のなんていうんですか、扱えるっていうか自分の基準の馬力のちょっと上ぐらいがやっぱいいですよね、うんうん、X3 ってちょっとまあ言葉悪くなっちゃうかもしれないけど、ちょっとその舐めてかかっちゃってる部分があるかもしれないじゃないですか。確かに。いやでもそんなことねえぞと。これはいいな、すごくないですかこれ、うん、音めっちゃいいし、音いいよね。いやーこれいいっすよ、うん、いや物足りないとストレスになっちゃうじゃないですか、うんうんうん、わかります、うん、こう一番ベースのグレードとかがあって、うん、もうおっせえなみたいな、うん、ねやっぱりこうあって踏んだ時にあれって言って、ね、そう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 、うん、あるよ ね、 それね、もうちょっと頑張ってみたいな、うん、なくこうハマった時のこの気持ちよさ、うんうん、いやいやこれ乗っちゃうとこれいいな、ちょっとそのねパワーが少ない車ダメってわけじゃないけど、はい、やっぱちょっと物足りなさがね、あそうですね、出ちゃうね。でもパワー少ない車ってその分こう価格的にリーズナブルだったりするし、うん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 、その良さはね、ありますね、もちろんあるからね、だからそこをどう取るかだと思うんですけど、そうですね、このね何百万の差だったらちょっとこのフィーリングが得られるんだったら、うん、っていうところの選択肢はやっぱりね、そうですね、出す価値ありますね、これは価値はあると思う。だからそのここからは使えるかどうか分かりませんけど、はい、M340 とこの新車の価格の違いは何なんだっていうね、確かにちょっと気になりますよね、それだけ本当に気になるんでそれぐらいいいよね、そうっすね、うん、だって X3 だともうそもそもベースも割と高いじゃないですか、うんうん、だからそんなにこうベースグレードと一番上のこのグレードの価格差はあんまり開かないですけど、うんうん、普通に3シリーズのセダンだと倍違いますからね、ほぼ。これいいな、これだったらね奥さんも乗りやすいですし、そうですね、サイズ感もベストっすよね、うんうん、これはいい、いやこれファミリーカーにもいいっすよ、どこ行くにも困らないし、でしかももう充実の装備じゃないですか、ね、いい車見つけちゃったね、いやいやこれもマジでいい車っすよ、超気持ちよかった。今現在の市場では3台しかなかったです。マジっすか。これをこれまだアップしてないんですけど、アップしたら4台、はい、それしかないですか。いや中間のグレードってもしかしたらみんな気が付いてないだけかもしれないの、うん、だ中間のグレードってそのなんていうのかな、新車価格の差がちょっと落ち幅が激しいじゃない、激しいって、はい、一番大きいのかもしれないじゃない、はい、ああなるほど、だからそういった部分でまあ分かりやすく言ったらなんだろうな、ゲレンデで言ったら G550 みたいな、オーアルもいいけどな、なんかなんかあれだね、アウディだったら S かな、ああそうですねそうですねそうですね、でもこう人間の習性っていうか習慣として、うん、こう上中下ってこう、うん、提示されると、うんうん、中を選ぶことが多いらしいんですよ、うんうん、けど車に関して言えばそれって全く別じゃないですか、うんうん、逆にもうもっと上もあるしもっと下もあるから、うん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 、上買うんだったらじゃあもう一個セグメント上の買おうかなとか、そうね、月々これぐらいしか、こんなんだったらこれかなとかさ、いやいやもうあの例えばね通勤ですごい距離乗るから価格帯を抑えたいから一番グレードを抑えた形で乗りたいんだっていうのもあるしね、だから意外に中間って選ばれないですね、選ばれないよね、いやでもこの真ん中の、いや僕もう全然最近立て続けにあの AMG の43乗せてもらったりとか、まあ、つい先日もあれ以来340乗せてもらったりとか、うんうんうん、続けて乗ったら、うん、いやこの辺ちょっと意外にいいかもと思って、そう、ね、しかも高速乗る機会なかったんですよ今まで、うんうんうん、だから街乗り分だと正直ベースグレードと変わらないじゃないですか、うんうん、だってもう初めて僕43東京店で撮影した時に、
言った言葉が、うん、あれこれ時計 AMG じゃないんですか、うん、AMG じゃない IWC じゃないんじゃ IWC じゃないじゃないですかっていう、うんうん、だバグってるとそうやってちょっとこう寂しさ感じちゃいますけど、うん、実際高速で乗ったら、だからこれ高速試乗会とかやればもっと売れると思いますよ、うん、この車。まあね、うん、めっちゃ気持ちいいですもん走ってて。いやーていうか本当にこの質感の高さ、うん、とこのしっとりさ、しっとりさがね本当にこれはね今回は伝えたいですね。ツッチーにも伝えたかったし、皆さんにもこれを分かってもらいたかった。分かってもらえるかな本当ですけど、これはでもちょっと乗らないと分かんないかもしれないです、うん、本当に SAV じゃないですよね、うん、まあ、BM の場合 SAV ですけど、うん、本当びっくりしたのって、あふわと思って、うん、でもやっぱりなんだろうな、恵まれてるよね。でもね、こんだけ車乗らせてもらっても、ね、まだこんなすげえなって思える車に乗れるっていうのはすごい恵まれてる。確かに、いや本当にちっちゃい高級車なんですよこれ、うん、でもね、いろいろ乗せてもらったけどさ、その、はい、彼らもさベーシックだけどすげえ、いやー彼らもいいっすよ、いいなと思ったりとかさ、はい、やっぱりそのグレードグレードに良さはあるよねやっぱりね。いろいろ乗らないとダメっすね、街もそうだし、そうそうそう、高速もそうだし、うんうん、あれこれって結構本領発揮してんじゃないみたいな、はあ、あるね。つい先日大宮店でジュリアのお店もらったんですよ、うんうん、でそれベローチェかな、うん、そう中華のグレードなんですけど、うんうん、めっちゃ気持ちいいっす走り。あそう、めっちゃ気持ちいいっす。クアドルフェリオクワドリフォリオですいやクワドリフォリオのちょっと頭悪い感じも大好きですけど、うん、それにもな、それはない感じなんで、それはないです、さすがにドカーンみたいなないですけど、グワーって、あ、じゃあ これに近い感じ、あ、近い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 です。めっちゃ気持ちよく走れるなと思って、うん、そうね。そしたらコメントも来てましたもん、峠とか気持ちよく走れるんですよ、うん、ああだろうなと思って、うん、峠とかってねパワーがあってもダメだもんね、バランスだよね、トータルじゃないですか、うん、あとやっぱりその周りの音も聞こえた方がいいのか、うん、聞こえない方がいいのか、うん、乗り心地これ聞こえないね。そうですね、これめっちゃしっとりっす、全然しっとり。だその車のキャラクターと合ってればいいんですけど、うん、だからそれが車のキャラクターと合ってなくって、うん、こんなしっとりしてるのにロードノイズが大きかったりするとちょっと残念に感じるし、うんうんうん、例えばなんか路面からの入力がこうちょっとこう唐突だったりするとちょっと残念に感じるんですけど、うん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 、逆にジュリアなんかは結構うるさいし、うん、こう結構来るんですよ、こう、うん、エンジンの振動も結構感じるし、うんうんうん、なんかそういう気持ちよくなっちゃうんですよね。あバランスっすね、なんか、うん、エンジンの振動全くないもん。ジュリアめっちゃエンジンの振動感じますよ、うん、でもこれも D はちょっとやっぱり感じますよ。あ、うん、あの 40D ね、うん、だ結局そこが自分に合ってるかどうかですよね、うん、そうそうそう、だからディーゼルもディーゼルはそこの違いでね、トルクとあれとの違いがあるから、トルクの出方全く違いますからね、うん、全然違うから、回してる感で言ったらやっぱりガソリンじゃないですか、うん、だから好みだよね。いやこれ気持ちいい、いや本当にこのしっとりさはびっくりしました、うん、最高です。いやもっともっと速くてもいいんですけど、なんかもう僕が求めてるところまではこう気持ちよくこう到達できる。いいね。いやこれいいっすよ。だってこれ250キロぐらい出るんですもんね最高速。まあ出すとこないですけど、もうそのぐらいの余裕のパワーなわけじゃないですか。いや車いいな。する喜びですよ。いやいや本当っすね。これが自動運転だったらこのちょっと気持ちよくなりすぎてない？ちょっとめっちゃ入っちゃってるよ、うん、なんかしかもなんかセダンよりかも音が後ろから聞こえるんじゃなくて、うん、フロアから聞こえるんですよ、うんうん、この音が、うん、排気音が、うん、気持ちいいです、うん、確かにね、うん、いやいやいや、ただ音はやっぱり340の方がいいですね。 340? はい、あのツーリング、あツーリングの方がいいですね。ツーリングとセダンの方が、3シリーズの方がいいですね。でもこっちも全然超気持ちいいです、
例えばファミリー向けかもね。あ、そうですね、そうですね、うん、だってこれコンフォートで普通に走ってれば、もう全然家族寝てきますよ、うん、コンフォートになると逆にちょっとノイズ拾ってない？ロードノイズの方が気になるぐらいですね、うん、そうだね、確かに。だから子供にはいいノイズじゃない？そうですね、寝るにはね。これいいな、めっちゃ気持ちいい。これがまた珍しい車なんですよ。だからいや、いいっすよこれは、うん、これはいい、うん、確かに。でも新車でこれだと800、900近いんですよね。900近いですね、オプション入れたら900、まあ込みで1000ぐらいかな。なるほど、それはいい車はずですよねえこれいい車じゃなかったらね、ぶっ飛ばされちゃうよね、はいはい。ただもうそこの価格帯に行くともう選択肢広すぎるじゃないですか、うんうんうん、いやいや、もう中古でもう2つぐらい上のセグメントの車買おうかなみたいなとか、うん、いやこれはいいわ。しっとり感、しっとり感半端ないですよ、うん、しっとり感ナンバーワンぐらいね。ええ、本当っす。このまま僕が乗って帰っちゃっていいんですか？どうぞどうぞ、私はいいです。びっくり。もらった方がいいかな。いいか。もうだって全部ついてますもんね。ACC もついてますし。ここで。ACC。クルーズコントロール。レーンキープ。レーンキープ。あ、渋滞。この車線変更の時の危ないよっていうのもついてるし。はい。ほぼ全部ついてる。今機能してないです。しまってください。でブレーキホールドも当然ついてるじゃないですか。あれブレーキホールドついてないですか？ブレーキホールドついてないです。あ、ついてないですか。ここにこっちのオートホールド、うん、こっち。あ、こっちですか、うん、ついてございます、はいはい、今トラックについててます。そうですね、こういう渋滞でも快適な、はい、いいっすね。あ、ただちょっと右足があれっすね、遊んじゃう、遊んじゃいますね、うん、右足を置くとこ作ってほしいっすよそこまで作っちゃダメでしょ。いや、ティグワンあるんですよ。あ、そうなの。そうそうそう、出っ張ってて右足がこうポコッと置けます。それ用かどうかわかんないですけど、うん、それ用じゃないんじゃないの、右ハンドルだけで。いや、でもちゃんとペダルの隣にこう出っ張りがあって。そうです、ね、でもとにかく運転しやすいっす。サイズ感ちょうどいいし、ナビもね、でしかもこれもう本当に毎回言ってますけど、いいのはだって BMW 全部共通じゃないですか。大きく変えないじゃないですか。そうです、ね、アイドライブのこのコマンドもそうだし、うんうんうん、だから乗ったことある人だったら、うん、もう大体すんなりと、ね、すんなりと受け入れられるんですよね、うん、で iPhone 使ってれば iPhone 新しくなっても全部使えますみたいな、その良さありますよね。でも今メーカーみんなそうなってきてるよね。でもね、うん、で国産って割とまだあれじゃないですか、ーメーカーによって、ね、メーカーっていうかその車種によって全然、うん、こうスイッチの位置も点々バラバラだったりとか、うん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 、BMW 全部統一されてるから超使いやすいですよ。欧州車も全般そうですけど。だからね、それが良くも悪くもって思われるね、うん、一番グレードがいいのになんか同じじゃんみたいって思う人もいるし。いいなぁ、買っちゃえばいいんじゃない。いや、これ買っていいですか。ダメですいやでも最近車選びのすごく参考になってます本当に。あの、いろんなグレードのものですね、はい、うん、はい、もうなんかそれまで僕なんかちょっと過激な車、うんうん、あとリセール命みたいな感じだったんですけど、うんうんうん、あれ待てよと思って、うん、他に結構いい車、あと自分に合ってるものが、うんうん、なんていうんですか、
自分の理解してた好みと、うん、本当の好みのだいぶこう離れてることに、うん、今気がつき始めてます。それはどういうハイスペックが好みだったのにそうでもないとかだと思ってたんですよ僕は、うんうんうん、はい、あれこれもうずっと繋がってますもん。繋がってます、ずっと繋がってますね。降りちゃう、降りちゃいます。どっちもいいけど、まあまあでもいいんじゃない高速で。いやいいっすよ本当に。であとは多分人によっては結構細かい好みあると思う、それ、うん、多分 BM のこのちょっと太めのハンドルがちょっと苦手だとか、うんうんうん、はい、シートの感じがどうだとか、うんうん、はい、あとインパネのデザインも結構言われるところじゃないですか、うん、特にアウディワーゲン、うん、あアウディワーゲンじゃない、アウディ BM、うん、そのデザイン的にちょっとこのアウディがちょっと古めかしいっていう人もいれば、うんうん、BM の方がちょっと古めかしいでしょっていう人もいるし、だその辺は好みで選ぶところですね、うん、デザインとかは。ただ乗ったこの感じとかは結構こう未体験のものだと、あ、その手があったかっていう、うん、でも BM の3シリーズもっと売れてもいいのかなと思うんだけど、3でもそう言われると僕高速とかも乗ったことないんですよ。回送とかでブーって乗ることあるんですよ3シリーズ。3シリーズこの前に乗って今340、ああそれ乗りましたけど、他のグレードとか、うん、他の年式とか、うん、次何乗りたいですか。なんすかね、 X7 いや今日ちょっと本当に衝撃だったんです、うん、X7、大きいよね X7 ね。大きいっす、うん、いやでもどんどん大きいのを企画してるらしいですよ。あそうなの。 X8 もなんか企画してるし、うんうん、アウディに言っていたっては、うん、Q9、うん、出るらしいですよ。あ、そうなんだ、はい、Q8、うん、Q9 です、うん、出るらしいですよ。いや、いいなぁ。ちょっと逆にでもこの普通のあの2リッターの X3 も乗ってみたいです、うん、ああ、そうね。どのぐらい違うか、うんうん、一応ね、あそこのメーター周りも、うん、一応 M 入ってますからね。はい、ここですよ、はい、あれはないのか、3D のやつ。あ、3D じゃない、あのあれはないんだね。表示の切り替えですか。いやいや、違う、あの、なんだっけ。なんですか。あの、表情を見る、疲れてます。ああ、その辺はついてないですね、うん、そこら辺かな、価格の違いは。あ、じゃあ細かいとこ拾っていくと結構違うんですね。装備がもしかしたらね、あの最新っていうのが、これもデザインっていうかエンジン的には一番後に出てるけど、そういう装備はまだついてないのかもしれないですね。なるほど、こういうとことか。そうですね、こういうリバースのアシストとか、リバースアシストとか。確かに確かに、うん、でそう考えてくると M の340の方が最新なのがついてるから、うん、まあでも十分ですけどね、これでも十分ですよ、うん、いや十分以上ですよ。十二分です。あ、コンフォートで踏むよりスポーツで踏んだ方が気持ちいいです、うんうん。それはそうでしょう。うん、まあ、当たり前ですけど。うん、どう全然伸びが違う。伸びも違うし、音も違うし、つ、う、な、んうん、ぎ方も全然違います。うん、これいいな。だから位置付け的したら AMG で言えば43ですからね。そうですね、うん、でも43とかグレードよりかはちょっとやっぱ滑らかでしっとりでね。ああそうなんですかね、うん、まあ、言っても AMG ですからね、うん、X3 をちょっとあの見直した感じでしょ。いや見直したどころか、うん、逆にこれ基準になっちゃいそうで怖いです、X3 が、うん、X3 が、うん、はい、それじゃあ最後になりますけれども、小島さんの方から、はい、毎度のよろしいでしょうか、はい、全国の皆様から、お車買い取りまだまだ大募集しておりますので、ぜひお問い合わせをください。お待ちしております。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。